大阪大学 VS 名古屋大学。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は大阪大学と名古屋大学について比較します。ノーベル賞受賞者数ランキングでも第3位が名古屋大学、第4位が大阪大学となっています。今回の動画の流れといたしまして、こんな感じで解説していこうと思います。最初に基本情報を比べて、その後で学費偏差値の順で比較していきます。まずは大阪大学の基本情報。所在地大阪府となっています。設立年は1931年と、かなり昔からある大学ですね。学部はね、多いです。学生数は1万5000名ぐらいと大規模の大学となっています。一方で名古屋大学、所在地は愛知県名古屋市となっていて、設立年は1939年。これは大阪大学とあまり変わりませんね。学部数もね、大阪大学より少し少ないぐらいなんですけれども、あんまり変わらないですね。学生数は大阪大学より5000名ぐらい少ないです。二つ目、学費について。学費については両方とも国立大学なので一緒ですね。これで固定です。2年目以降は授業料しかかからないので、だいたい54万円ぐらいになりますね。三つ目、偏差値について。こちらが大阪大学の偏差値です。学部学科数が多いので2ページに分けて解説します。全体的にね、60から70ですね。こちら詳しく知りたい方は動画を止めてご覧ください。2ページ目に行きます。2ページ目もこんな感じです。まあ大体60前後ですね。こちらも偏差値ランキングで言うと、全767大学中17位、国公立178大学中9位と、上位 3% に入っている大学なので、非常にレベルの高い大学ですね。一方で名古屋大学、こんな感じになっています。こちらもね、大体60から70ぐらいですね。偏差値ランキングで言うと、全767大学中36位、国公立178大学中22位と、大阪大学が全体で17位、名古屋大学は36位なので、若干名古屋大学の方が下ですね。ノーベル賞の受賞者数はね、名古屋大学が3名、大阪大学が2名なので、名古屋大学の方が若干ね、上なんですけれども、偏差値では大阪大学の方が上っていうことですね。はい、この動画では大阪大学と名古屋大学を比較しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は駒澤大学と専修大学を比較します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。